人の染色体、モノソミー7とは、本来2本ある7番染色体のうち1本が欠落していることであり、7931欠質は1本の一部が欠落していることである。血液疾患における第7染色体以上あるいは、第7番染色体以上、モノソミー7、7931欠質とは、血液疾患、特に骨髄異形成症候群や各種白血病で、 見られることが多い染色体異常である。人の染色体は23対46本あるが、何らかの原因で7番目の染色体2本のうち1本が完全になくなってしまうもの、モノソミー7、モノソミー7や1本の一部、7番遺伝子の異常は様々な異常をもたらすが、この項では血液疾患に関する7番遺伝子の異常について述べる。第7染色体異常。 モノソミー7や7931血質は骨髄異形成症候群や急性白血病で比較的多く見られる異常である。骨髄異形成症候群では約30%や若年性骨髄短球性白血病では25%の患者に見られ、また抗がん剤のアルキル化剤や放射線治療による治療関連や他の疾病から二次性に発生した MDS や白血病、 小児性の MDS でも多く見られる。基本的には家計、親から受け継ぐものではないが、ごく稀に家族性のものがあることは報告されている。一般に7番染色体以上は、予後不良因子とされ、適切なドナーがいれば増血幹細胞移植が推奨されることが多い。急性白血病で7番遺伝子以上を持つものは、抗がん剤が効きにくいことが知られている。 抗がん剤や放射線治療の結果、遺伝子が変質して7番染色体異常になってしまうことがある。治療関連の7番染色体異常は予後不良である。RCC は小児の骨髄異形成症候群では最も多く小児の MDS の約半数になるが、さらにその約半数にモノソミー7が見られる。モノソミー7の症例は、 進行が早く,早く早期の増血幹細胞移植が推奨される。ABC アベ、増血器使用アトラス P247 から250、増血器使用取扱い規薬 p 8十2おしみ、風分類第4番による、白血病、リンパ系腫瘍の病態学、P78 から82、増血器使用取扱い規薬 P69、おしみ、風分類第4番による、 白血病、リンパ系腫瘍の病態学 P127、おしみ、風分類第4版による、白血病、リンパ系腫瘍の病態学 P129、おしみ、風分類第4版による、白血病、リンパ系腫瘍の病態学 P103。ありがとうございます。